面白いのはね、最初ムードが姿勢を作るっていうのもあるんだけど、姿勢がムードを作れるわけよ、ね、だから胸を張って人生を生きていくっていうのはもう本当にぜひ皆さんに試してもらいたい面白いことなんだよね。みんなさ、12 Rules of Life っていう本を聞いたことあるかな。まあ、日本語にすると人生の12のルールっていう本なんだけど、この本は実は2018年世界中ナンバーワンベストセラーになった本なんだよ。まあ、ノンフィクションのカテゴリーでね。でどこでナンバーワンになったかっていうと、アメリカ、カナダ、ユナイテッドキングダム、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、ネザーランド、ブラジル、ノルウェーで、まあ、1位のベストセラーになった本なんだよね、2018年。で書いた人の名前がジョーダン・ピーターソン博士っていう人で、まあ、カナダ人、まあ、ユニバーシティ・オブ・トロント、トロント・ユニバーサティで心理学の教授をやっている人なんだよ。実はこの人 YouTube でも人気で、彼の YouTube チャンネルによると、なんとチャンネル登録者170万人いるんだよ。すごくない？このね、人生の12のルールっていう本の中の最初のルールが結構面白いんだよ。このルールは何だと思う？胸を張ってまっすぐ立つこと、これがルール、最初のルールなんだよね。実はね、体の中にはめちゃくちゃ秘密の機能がついてるんだよ。まあ、みんなが乗っているこの体、まあ、乗っているっていう感じになるとちょっと変な感覚なんだけど、まあ、マジみんなが乗っている体っていうのはこの宇宙が何億年をかけて作り上げたもう素晴らしい最高のサバイバル乗り物システムみたいになってるんだよね。だから一番最新の iPhone XR とか欲しいじゃん。自分の体ってそんなもんじゃないんだよ。もう自分の体って iPhone メガ X ギガエクストラウルトラスーパー R なんだよ。超やばいのよ。マジこの AI になってるシステムみたいなのが俺たちの脳で、脳もスーパーコンピューターなんだよね。いや、例えばさ、スーパーコンピューターの話なんだけど、もし一つの習慣を永遠につけることができるとなったら、この中で何を選ぶ？毎日30分の運動を続ける習慣、瞑想を永遠に続けられる習慣、嫌いなことをすぐできるようになる習慣、それか自分に優しく話しかけるようになる習慣、この中で一番ベストの習慣は何って言われると、自分の脳が勝手にさ考えてくれるじゃん。まあ、この習慣の答えはこのビデオの最後でお伝えできればと思うんだけど、ポイントは僕たちが乗っている体っていうのは何億年をかけられたすっごいシステムなんだよね。でこの体の中にはめちゃくちゃすごい機能がついてるんだよ。でこの機能は、まあ、僕がちょっと勝手にスーパーシークレットエネルギーブーストモードって呼んでるんだけど、まあ、本当にこの機能で地球上のサバイバルしている人間たちがマジ楽に人生を生きていけるようになるシステムがあるって、まあ、ピーターソン博士が言ってるんだけど、実はピーターソン博士は人間は実はロブスターにめちゃくちゃ似ているって言ってるんだよね。まあ、神経系的に似ているって言ってるわけよ。でロブスターって日本語にすると伊勢エビなのかなに近いと思うんだけど、どういうことかっていうと、ロブスターのサバイバルメソッドが人間とめちゃくちゃ似ていて、まあ、もちろん神経的にもめちゃくちゃ似ているところがあるんだよ。まあ、具体的にどう似てるかっていうと、ロブスターたちが生きている中で、実はロブスターって、まあ、ナンバーワンロブスター、アルファロブスター、キングオブロブスターみたいなロブスターがいて、ハイアーキーにピラミッドスキームみたいになってるんだよね。でトップロブスターがいて、一番下には弱いロブスターがいるわけよ。で実はこれちょっと暗い話なんだけど、人間にもすっごい似てるんだよね。人間ってやっぱり自分のポジションとステータスってすっごいサバイバルに重要なんだよね。まあ、今は本当にすっごい良くなってるけど、もう本当に100年前までとかはすっごい大変だったんだよ。まあ、どういうことかというと、まあ、トップの人間、キングとか、まあ、自分の仕事のステータス、自分の立場ってめちゃくちゃ人生で大切じゃん。で自分の人生、仕事の立場によって本当にお金の収入、食べるものとかも全部変わってくるんだよね。でそういう感じでロブスターもこのサバイバルの中には立場っていうかステータスがすっごい重要なんだよ。でロブスターってどうやって暮らしてるのかっていうと、ロブスターって、まあ、海の底に住んでるわけよ。でこういう海の流れがあるから、この場所が一番おいしい餌が一番降ってくるところがあって、でその下には結構隠れる場所がいっぱいあって、もうサバイバルには一番いいじゃんっていう場所があるわけよ、海の中に。
で、実はこういうロブスターが一番住みたい場所って結構人気スポットで、みんながそこにいっぱいのロブスターがそこで住もうとするんだよね。で、どうなるかっていうと、実際にロブスターたちは喧嘩するので、これが面白いんだよ。最初の喧嘩のレベルっていうのは、まあロブスターとロブスターが睨み合うんだよね。で、これでめっちゃでっかいロブスターがいたら、うわっ俺このロブスターと戦ったら負けちゃうなって言ったら、キューって体を曲げて、不思議なテールが曲がるわけよ、尻尾が。でピューンって言って後ろにバックして逃げるんだよね。これがロブスターが戦う時のレベル1。レベル2がね、ちょっとダンスするわけよ。でパッ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 パーって相手にかかっていって、で相手がパーって逃げて、これを何回か何回かやって、いや俺負けそうだなって感じた、最初に感じるやつがキュッて体を曲げて、背骨を曲げて、尻尾を曲げて、ピューンって逃げるのね。でレベル3になると実際に戦うわけよ。でちょんちょんパンパンパパンってやって、ちょっと戦って、いや負けそうになったらって言ったら、ごめんなさいって言って逃げるわけよね。で面白いのがレベル4なの。レベル4になると負けたやつもう、ま、かなりヘビーなインジュリー、体を痛めちゃうんだよ。どういうことかっていうと、ロブスターのアンテナを切ったりね、足を切ったり目を切ったり、そういうえぐい戦いを実際にするので、この中で負けたロブスターの中に面白いことが起こるの。どうなると思う？負けたロブスターの中の脳のホルモンバランスが変わってきて、実際に持ってる脳がなくなっちゃって、新しい脳が出来上がるので、この新しい脳はどういう脳かっていうと、私は負け者なんだっていう脳が実際に作り上げられるので、ちょっとね話を飛ぶんだけど、ここの中のポイントは面白いんだよ。勝ち続けるエビって勝ち続けるのね。でも一回負けるエビになっちゃうと負け続けるんだよ。でこれが気持ち悪いんですよ。でこのトップのポジションにいるあのロブスターたちはマジ勝ち続けることができるのね。じゃあこれって人間にすっごい似てるわけよ。まあ、どういうことかというと、まあ、本当にね17世紀とかまで王様たちがいた、ね、時代は王様が、ね、ずっと勝ち続けてたよね。でこの本当にポプレーションの中の 1% その国の 1% が 99% の人たちを支配するとか、まあ、今もそうなんだけど、この地球上で住んでいる 1% の人間が 50% 人間が住んでいる 50% 以上のお金を持っているとか、ちょっとこれから本能的な話を言うんだけど、今僕が言っている話、このピーター博士が言っている話ってね、本能的な話なのね。どういうことかっていうと、勝ち続けるロブスターね、人間もそうなんだけど、勝ち続けるロブスターってセロトニンっていうケミカルがいっぱい流れてるんだよ。でオクトパミンっていうホルモン、ケミカルがすごい低いのね。What? セロトニン、オクトパミン、どういうことかっていうと、セロトニンっていうのは自分のパスチュー、自分の体の姿勢を、まあ、フレックスさせるホルモンでもあって、セロトニンが多い人って実際に姿勢が変わってるんだよね。な、どういうことかっていうと、これ面白いんだよ。もしロブスターのなんかロブスターが喧嘩して負け組ロブスター、負けたロブスターがいるじゃん。そのロブスターにセロトニンを入れるとまたおっしゃーって言ってかかっていくわけよ。またファイトし始めるの、負けてもね。まあ、本当にこのセロトニンってすっごいホルモンで、セロトニンが流れていると人生で何かが起こるときに、あ、これはチャレンジだなって前向きに受け取れるようになるのね。面白いんだよ。前向きに何か悪いことが起こった時に、何か辛いことが、何かチャレンジが起きた時に、よっしゃこれ乗り越えられるぞって思う時はセロトニンが流れてるんだよね。でこれ面白いよ。あの僕の友達がね、今あのドクターになろうとしてめちゃくちゃ勉強してるんだけど、彼からあのクリスマスの時にメールが来て、おいクリス、俺ビビってるんだよ、俺ウィザード学校に行ってるんだけど、本当に魔法使いの学校みたいだって言って、で面白いんだって。When you think, your thoughts are actually real. ね、なんかを考えるとき、
なんかアイデアが出るとき、なんか感情を感じるときって、実は脳の中でなんかのケミカルが動いてて、電気が本当に動いてて、考え事ってリアルなもんなんだよって言ったんだよ。本当に怒ってるんだよ、脳の中でなんか考えてるときに。 Alright、まあ、なのでその考えているときに、このセロトニンっていうのがもう本当に自分を前向き、なんかが人生が辛いことがあっても大丈夫だって、でそれがこの宇宙の中の人類の生き物のサバイバルモードの本能なんだよね。 Alright、 でこの反対、負け組ロブスターに多いケミカルがあるんだよ。これはオクトパミンっていうんだよね。でオクトパミンはこの自分の、your tailテールリフレックスを、まあ、コントロールしている、尻尾のリフレックスをコントロールするケミカルもあって、まあ、オクトパミンが流れているロブスターはすぐ逃げるわけよ、ね、危ないなって言って、でそうなると、まあ、いつもビクビクしてるとか心配が増えるとかそういうことになるんだよね。で負け続けている人たちの姿勢ってどうなっている？さっき言ったように負けたロブスター何する？ピュッてテール尻尾を曲げてピューってごめんなさいって逃げるわけよ。人間で負け続けている人ってどういう姿勢している？ダメなんだよなって、肩が前に曲がる、でよく地面を向いてるよね、下向いてるよね、肩曲がってて背骨がこうなってるよね、でなんか常にもっと悪くなるんじゃないかって心配してるよね。でわーって言うとほーってなるの、すっげえビクビクしてるんだよ。何が起こるのかは分からないけど、何か悪いことが起こるのは間違いないって思ってる人、負け続けてる人、結構そう思っちゃってる人がいるんじゃないかって僕は思うんだよね。まあこれはピーターソン博士が言ってることなんだけど、でこのような人が、これすごいよく聞いてね、怖いから、こういう体のコミュニケーションを出している人たちがよくいじめられるんですよ。ここ深いぜ。でこれすっごい大切だからね。これ子どものいじめも入ってるし、大人で職場のいじめとか大人の人生のいじめとかも入ってるからね。なんかこうやってやるといじめられる、いじめる人たちって人生の中にいるわけよ、ね、でそういう人たちってこういうやってる人たちを実は狙ってるの。なぜかというと、そういうこうやってる人たちは戦ってこないっていうコミュニケーションの言葉を出してるから、体でね、すごいいじめやすいんだよ。でもいじめをするぞっていう人たちがこういう人、こう立っててこう見てる人にはいじめしにくいわけよ。もちろんするかもしれないけど、そのパーセンテージがめっちゃ低くなるわけよね。だからいじめされたくないんだったら、いじめこうやってるだけでいじめされる確率がめっちゃもう 90% ぐらい減るわけよ、ね、でもこうやってると、ね、いじめられてる子負けるなっていう人は実は本当はすごい優しい人たちで、もう本能的に戦いたくない、誰もいじめたくない、誰にも辛い思いをさせたくないと思っている人たちがめっちゃいるから、いじめられても相手を殴るとかそういう行動をしないタイプが多いんだよね。でこれをいじめるタイプってもう本能的に分かってるわけよ。でここでみんな、マジちょっとこれマジかよみたいな、本当にまあ要注意して聞いてもいいんじゃないかっていうポイントがあるのね。でどういうことかっていうと、人間、ロブスターもそうなんだけど、人間もね、負けるたびにセロトニンが減っていくんだよ。もう一回言うね。なんかチャレンジがあって負けるやろ、負けるたびにセロトニンが減っていくんだよ。だから人生のチャレンジとか誰かにやられるたびに自信っていうのはマジ減っていくの、まあ、前のその自信の作り方のビデオでどうやって自信を増やすのか、でどうやって自信を減らすのかっていう、あの4つのさ、あのダイアグラム使って説明したと思うんだけど、まさにその通りなんだよ。マジ自信っていうのは減るたびにもっと減っていくのね。だからセロトニンも人生のチャレンジで負けるたびにセロトニンっていうのが減っていくんだよ。でセロトニンが減っていくと、普通のちょっと辛い状況が
めちゃくちゃ最悪のストレスフルな状況に変わっちゃうのよ。普通だったら大丈夫っていう状況がセロトニンが減っていると、うわー最悪、もうこんな悪いことないぜみたいな、ね、そういう状況に変わっていくんだよね、見方が。でこの反対の逆側もあるわけよ。セロトニンっていうのはいっぱい流れていると、まあ地震でもいいんだけど、地震ってつくたびにもっとレベルが上がるわけよ、ね、なんかこれ怖いな、でもチャレンジだ、やってみようってなったら、ね、実際にできちゃいましたと。それできたらまた同じの出てきたら、これ前やったからもっとできるぜって言って、それもまたできる。で今度めっちゃでっかいのが出てきました。いや俺前2回こういう似てるのやってて、似てるのはちっちゃかったけど、このでっかいもできるんじゃないかって思って、ボコンってチャレンジしてみるわけよ。そうするとできるんだよね。でそのマインドを持つことによると、勝ち続けることができるよっていうのが、このドクター・ピーターソンのポイントだと思うんだよ。だからこのセロトニンを自分の脳の中で流すことができるようになると、なんか悪いこと、なんか辛いことが出てくるじゃん。で普通だったら、いやーもう俺無理、いや人生諦めるわとか、もう本当に最悪なことが起きても、セロトニンが流れていると、いや無理かもしれないけどチャレンジしてみようぜって、そのマインドが実際に、まあ、持つことができるわけよ。だからね、僕本当にこの話面白いと思うんだよ、ね、自分のムードが自分の体の姿勢を変えるわけじゃん、ね、なんか辛い時やる、落ち込んでる時って間違いなく地面向いてダメだよとか思ってるじゃん。でなんか調子いい時とか、なんかすごいことやった後は、まあ、普通になんかさ、イエーみたいな感じで立ってるじゃん、ね、胸張って。で面白いのはね、最初ムードが姿勢を作るっていうのもあるんだけど、姿勢がムードを作れるわけよ、ね、だから胸を張って人生を生きていくっていうのは、もう本当にぜひ皆さんに試してもらいたい面白いことなんだよね。で多分1日やったら効果出るかっていう、そういうもんじゃないと思うんだよ。まあ多分アンソニー・ロビンズが隣にいたら、いや違うよクリス、10秒で効果が出るよとか言ってくると思うんだけど、マジ1週間とか1ヶ月とかやってみるとすごいいいと思うんだよね。 Alright、 じゃあね、まあ本当にこのビデオのポイントは、姿勢を変えてみようぜって、胸を張って生きていくっていうのが本当に大切で、マジ3億5000万年の歴史がある、この僕たちが乗っている体っていう乗り物の中の秘密のみんなが知らない機能、この胸を張るとケミカルバランスが流れてきて、このケミカルバランス、セロトニンが溢れているとチャレンジがあっても大したことじゃないってマジ考えることができる。うわー何この機能みたいなことをちょっとね、みんなにシェアしたかったので、シェアさせていただきました。ごめんね、ちょっとビデオ長くなっちゃったんだけど、でさっきね、あの質問したんだけど、どの習慣を作れる、あのつけることができたら何を作れたいっていうことなんですけど、質問が毎日30分の運動、それか、瞑想がつく、ね、瞑想ができる、それか嫌いなことをすぐできるっていう習慣、これも欲しいよな。で自分に優しく話しかける習慣、いやこれね、どうね、普通なんかさ、瞑想とか運動とか嫌いなことをすぐやる習慣の方がいいって思うじゃん。実はですね、ちょっと最近のデータに、クリスが見つけたデータによるとですね、この自分に優しく話しかける習慣っていうのが実はベストなんじゃないかなっていうふうに僕は考えてます。でどういうことかというと、次のビデオで説明するんですけれども、超簡単に言うと、人生で幸せに生きている人、あの人類の 10% の人たちが、僕のデータによるとすごい、あの幸せなんだって。でこれまた次のビデオで説明するんだけど、でこの人生の中の幸せな 10% の人たちには10個の特徴があるのね。その中の一つを言うと、この人たちって私ダメって思うんじゃなくて、私が今回やったことはうまくいかなかったけど、私このチャレンジできた私って偉いわって自分がやったことと自分をセパレートして考えることができるのよ。これをしないで私がダメって思っちゃうと不幸になるのよ。でも私がダメじゃなくて、今回はダメだったけど私チャレンジして偉いねみたいな、このマインドの違いってわかるかな、ね、
このマインドの違いを持つことによって、まさにこれがセロトニンの話なんだけど、このマインドの違いを持つことによって幸せな人生か不幸な人生かっていうのが分かれるんですよ。で、一番手っ取り早くこのマインドを持てるようになるには、自分に優しく話し続けることなんだっていうことなんですよ。面白いやろ。じゃあね、次のビデオでまたお会いできることをめちゃくちゃ楽しみにしています。 Thank you so much. I love you guys and I'll see you in the next video.